2023明治安田生命 J1 リーグ第19節ヨドコ桜スタジアムからセレッソ大阪対アビスパ福岡の一戦をお送りしていきます。さてホームのセレッソのスターティングメンバーです。マテイ・ヨニッチが7試合ぶりのスタメン、そして、今日はマイクマが不在でして右に進藤を予想しています。このあたりいかがですか。そうですね、進藤選手も非常に対人能力に優れている選手だと思いますので、今日はこの右サイドというところ非常にクルク選手とのコンビネーションというのを期待したいですね、はい。一方アウェーのアビスパ福岡の予想フォーメーションです。こちらは前節から5人メンバーを入れ替えてきました。村上、グローリー、前島、金森、そしてルキアンと入っています。こちらはメンバー変えてきましたがいかがでしょう。そうですね、やはりこう左サイド、はい、金森選手、前島選手というところは左サイド変わっているの で、ね、この辺のコンビネーションというところ、前節の、神戸戦の途中からこの2人のコンビネーションというのが出てましたから、はい、その中で、どれだけ奪って早くというところ前線を生かせるのかサイド攻撃を生かせるのかというところが注目したいですね、はい。さて立ち上がりですが梶さん、注目ポイントを改めて挙げるとするといかがですか。やはり両サイドだとは思います。やはりこうサイドバックであったりウィングっていうところでのどれだけ仕掛け攻撃が迫力を持ってできるのかっていうところ。落としてきて右足のシュート、これは枠の外です。ワンタッチあってコーナーキックです。下げて奈良、バックステップは前広行です。左広げてもう一度金森、すぐさま進藤が行く、レオセアラもいます。お金森のボール、ヘディングシュート、先制アビスパ福岡、強烈なヘディングシュートはルキアンです。福岡先制0-1、ルキアン今シーズン4ゴール目、大事な大事な先制ゴール、まずは福岡が取りました。いや、よく飛び込んできました。いや素晴らしかったですね。ここからの選手の1対1の仕掛けからクロス、左足のクロス、そして右サイドから中に入ってくるこの動き出しっていうところは非常に相手のディフェンダーからしてもね、視野外から入ってくるのでなかなか難しい対応にはなるんですけどね、高さ的にも非常に高い、打点の高いヘディングシュートになりましたし、進藤サイドを変えます。カピシャーバーターゲット、すぐさま湯沢が行きます。フォローは木田、ただカピシャーバー仕掛けられます。カピシャーバー中上げてきた、セカンドボール、クルークスは中に入れましたがここに選手はいません。木田です。木田狙う、ナイスブロック、積極果敢にミドルを狙っていきました。おー、ルキアン速い、強い、ルキアンいる、佐藤もいます。ルキアンパス、佐藤亮がナイスブロック、まだ佐藤だ、佐藤中、ルキアン、ここはフィニッシュまで行けませんでしたが分厚い攻撃アビスパ福岡。いや、ただ鳥海はナイスブロックでした。いや、そうですね、非常に数的不利だったんですけどもね、はい、しっかりと最後体張りながらいいディフェンスしましたよね。両足のキック精度も高いですしドリブルが本当に得意なプレイヤーです。今シーズンはここまで1ゴール2アシスト。中に入れてきました、おー、左足のシュート、ナイスキーパー村上、レオセアラのシュート止めました村上です。コーナーキックのチャンス、キッカーフルス対戦クルークス、今日初めてのコーナーキックです。大勢のサポーターゴール裏で声援を送ります。高さのある進藤も中、どこ蹴ってくるか、動き出してきて進藤ヘディングシュート、ただ村上冷静にコントロールしました。タゲと振動硬いので、はい、なかなか入れ込むタイミングがないと思う、隙がないと思うんで、ボールを早く動かす、ボールの長さを変えるっていうところで工夫は必要かもしれないですね。ここでスペース、ここで加藤、レオセアラニア、加藤ムツキから、クルークスが中、シュートは打てない。血液作っていきましたセレッソ、やはり得意のサイド攻撃。いや、ここサイドからのもうここスペースのランニングですよね。加藤選手がうまく抜け出しながら、はい、ここはジャストミートはしてましたけどね、ジャストでは合ってましたけども、はい、少しキーパー村上選手が気になったかもしれないです ね、はい、そうですね。今日はでも前半も見せましたからね、そうしたプレーを。加藤むつき下げて進藤、ここで前向く木田、日向、木田から左サイド広げてカピシャーバー、カピシャーバー左足ゴールに向かっていく、落としていってシュートだー、クロスバーの上、最後フィニッシュ進藤。
まあ、ここもサイズチェンジからですよね、はい、木田選手のここ上島選手の、まあ、ファーサイドここよく折り返しましたよね、加藤選手、新野選手少し叩きつけすぎましたね、ちょっと福岡苦しい時間帯、自分たちがボールを持ってもなかなか相手のコートに行けない時間帯に入っているの で、まあ、ここを集中してね、縦パスから右使った、中に入ってきました、加藤セカンドボール、左でつないでカピシャーバ、カピシャーバ左足のクロス、進藤再三サイドからチャンス作っていきます、進藤、山中ワンサイド跳ね返します、香川もう一度山中に広げる、プレッシャーかけて、ここは香川、香川が中に入れてきました、中、ここは最後マテイヨニッチ、これもいいボールでしたけれどもね、いいボールでしたよ、 J3、J2、J1 と駆け上がってきました、福岡としては、ね、難しい対応にはなりましたけど ね、 そうですね、負けさせたくないっていう、まあ、強くいかないといけないっていう部分ではね、はい、あったと思うんですけども、この辺のフリーキックっていうのは一番怖いですからね、はい、キッカー粘って取ったフリーキック、中原から中へのボールヘディング、ここも振動、体を張りますアビスパ福岡、再三ターゲットはこの振動、どううまくゲームをクローズするか、福岡なんとか奪って前に進めたいところ、ここで試合終了の笛、アビスパ福岡これでクラブ J1 通算100勝目、節目の勝利は連敗ストップ、5月3日以来のリーグ戦勝利と浮上のきっかけにつながる価値ある1勝となりました。そしてリーグ戦今シーズンアウェー戦初勝利です、ガッツポーズを見せます村上、ハイタッチを交わすルキアン、セレッソ大阪は連勝ストップ、まあ、苦しい展開の中最後までゴールに攻め立てましたが、ホームで悔しい敗戦となりました。